ひろみさんの家は、彼女の親の世代まで拝み屋というか占い師をしていたらしい。らしいというのは、彼女自身はその現場を知らないからだ。もう亡くなった両親は、ひろみさんに家業のことを伝えないと決めていたようで、一切何も教えてくれなかった。特に母親は念入りに痕跡を消し去ろうと努めたらしく、手元には家業に関係のありそうなものは全く残っていない。彼女が両親から継いだのは土地と家だけだった。ひろみさんは2歳の息子と愛犬とで両親の残した家に暮らしていた。家の庭には井戸があった。もともとその井戸は近隣におけるいわゆるパワースポットのような扱いだったと聞いた。言われてみれば、ひろみさんが幼い頃までは特別な井戸という認識もあったようだ。時々数人のグループが井戸に水を汲みに来ていたのを覚えている。母親が占い師のようなことをしていたのは、その人たちに対してだった。ある夏の日のこと、井戸から突然水が出なくなった。メインの生活用水としては使っていない水源だ。庭にまく水や飼い犬に与える飲み水くらいにしか使っていない。だから井戸の水が出なくなったとしても、すぐに生活に支障をきたすわけではない。だが枯れてしまったとなると気にかかる。大きな地震の前兆ということだって考えられる。さらに井戸が枯れた翌日に愛犬が急死した。よく懐いており、毎日の散歩を楽しみにしている犬だった。それが口から大量に泡を吐いて冷たくなっていた。賢い犬で、変なものを食べたとも考えられない。次は2歳の息子が急な高熱で亡くなった。深夜に熱が上がって、明け方には息を引き取った。一人で産んで一人で育てていた子供だ。彼女の生きがいだった。小さな骨は火葬にしたらほとんど残らなかった。ひどいことが一度に起きたことで、精神のバランスが崩れたのだろう。彼女は立ち上がることができなくなった。仕事を辞めて、蓄えを切り崩しながら生きていくしかない。病院へ相談に訪れる必要があるようにも思ったが、それすらできない。ひろみさんは、両親の残した家に暮らしているのが心底嫌になった。この家は誰か他人に貸して、自分は離れた町の小さなアパートにでも暮らそう。ここでは嫌なことが続きすぎてしまった。しかし、何か手続きをしようにも、体も動かなければ思考もまとまらない。息をしているだけでも辛い日がある。ある日、両親の友人だと名乗る宮口という老人が訪ねてきた。彼は、しばらく前に悪いことが続きませんでしたかと聞いた。そして、すべては枯れてしまった井戸のたたりだと神妙な顔で言った。今のままにしておいてはいけない。
実はもしこんなことがあったら、ひろみさんの力になってほしいとご両親から頼まれていたのだと語った。なぜこの人は井戸が枯れたのを知っているのだろう。ひとみさんは両親の友人関係はよく知らなかったが、井戸のことを話題にするのだから古くから関係のある人なのだろう。今から思えば、この時点で老人に飲まれた気がする。精神の自由を奪われ、思考力が極端に下がった。催眠術でもかけられたかのようだ。翌日、宮口さんは軽トラックに水の入ったポリタンクを並べて持ってきた。灯油用に使われているものと同じ18リットル入るポリタンクだ。それが荷台に30個あった。つまり500リットル以上ある。軽トラックの積載上限が350キロ、つまり積載量を超えた水を持ってきたわけだ。この水を井戸に注ぐといい。さあ、急いで。今すぐ30個のポリタンクを一人で運べというのだ。冗談じゃない。え？私一人でですか？ああ、手伝いも来てくれるよ。作業に間に合ってよかった。そう宮口さんは答えた。だが、次々に庭に入ってくるのは男性とはいえ年寄りばかりだ。最終的には宮口さんを含めて4人。皆年齢は80を超えているように見える。力仕事は頼みにできそうにない。戸惑っていると、その一人が口を開いた。わしら、宮さんに呼ばれて久しぶりにこの庭に参ったのですわ。この井戸にはいろいろと思い入れがある。ひろみさんがどう返事をしようかと迷っていると、その老人はこちらをじっと見てケラケラと笑った。その口には歯が半分以上なかった。きちんと最後までやってくださるか、見届けないといけないですからな。老人たちが一体どんな縁で集まってきたのかも知らされないまま、ひろみさんは彼らの監視のもと、一人で水の入った重いポリタンクを運ぶことになった。老人たちは無言のまま、固唾を飲んでひろみさんの作業を見ている。なんで私がこんなことをしないといけないのだろう。水を運んでいる最中、4人は聞こえよがしに井戸に関することを話していた。この子は井戸のことを聞かされていないようだ。ご両親も無責任だね。先に死ぬならちゃんと役目を引き継いでもらわないと。いい機会だから、これからは心を入れ替えてここを守っていってもらわないと。引っ越したいと思っていたことも見透かされているようだった。集った老人たちは今後も一人で家に住み、井戸を守っていくように期待しているようだった。ミヤさんから恩を受けたんだからその程度のことは当たり前だよな。そうだそうだ。庭に響くやけに大きな笑い声。一つおよそ20キロのポリタンクを裏口からよろよろと井戸まで運び、腰の高さまで持ち上げて水を注ぐ。誰も手を貸そうとしない。断ったら何をされるかわからない。それで一生井戸を守って生きろというのだ。こんな理不尽があるだろうか。結局、
すべての水を注ぎ終わったのは日も暮れてからだった。宮口さんと老人たちは作業を見届けると足早に帰っていった。考えてみたら、誰一人として連絡先がわからない。近所に住んでいる人なら顔見知りのはずだったが、誰の顔も見たことがなかった。翌日、井戸の口からは真っ赤な水が出た。血のような色をした赤い水だった。さらに次の日、早朝から昨夜の4人が詰めかけてきた。悪いが、この井戸をないがしろにしていると、次はあんたが死ぬから。わしらが全員落っちるまでは、ここを管理していただかないと。全員が亡くなるまではずっと監視されて過ごさねばならないということか。老人たちは毎日来た。一週間も経つと空いている部屋に上がり込み、何食わぬ顔で寝泊まりを始めた。貯蓄が尽きるので働きに出なくては暮らしてはいけない。そう訴えると老人たちは不機嫌になった。そんなのは知らないよ。井戸の方が大事だろう。あいやいや、そう責めなさんな。この子にも事情があるんだろう。なら、わしらの目の届くところで働いてもらわないと。あ、仕事なら紹介しよう。ちょっと離れているけど、働きがいはあるだろう。それらの言葉を聞いた後にひろみさんは逃げた。財布と息子の骨壺だけを持って。精神的に限界だった。このままでは老人たちの使用人として過ごすことになる。実際、老人たちに家も奪われてしまったようなものだ。もしかしたら部屋も荒らされているかもしれない。これは警察に言えばいいのだろうか、信じてもらえるだろうか、どうしていいかわからない。頭の中に霧がかかったようで、筋の通った思考ができない。堂々巡り。自分はいつからこんなに頭が悪くなってしまったのか。あんた、騙されたんだね。公園のベンチで途方に暮れていると老婆に声をかけられた。上品な身なりをして優しい表情をしていた。どこかで会ったことがあるだろうか。どこかでお会いしましたっけ。あんたがずっと小さい頃にね。老婆は宮口というじいさんが家に訪ねてこなかったかと聞いた。ひろみさんは悪いことが起きるのは井戸が枯れたせいだと忠告を受けたと今までの経緯を答えた。老婆はその話をうなずきながら聞いてくれた。ずいぶんと性悪なものに目をつけられたね。あの宮口というじいさんの家にも井戸があるんだ。あんたが注いだのはその井戸の水だよ。宮口のじいさんも誰に入れ知恵されたのかは知らないけど、それであんたの家の井戸は完全にダメになってしまった。ひどくたたるから、これからは使わないようにすることだ。あと、もうあんたの家には誰もいないから安心してすぐに家に帰りなさい。ただ、井戸の蓋が開いているから、明日日が出ているうちに蓋をしなさい。それから1年経ったら作法にのっとって井戸を埋めなさい。
じゃあね。悪い人にはもう引っかかるんじゃないよ。彼女はそう言って立ち去った。半信半疑で家に戻ると、老婆の言葉通り人の気配がなかった。がらんとしている。あの4人はどこに行ったのだろう。翌日の日が高いうちに確認すると、水を注いだ後に閉めておいた井戸の蓋が開けられて、周囲に靴が4足揃えられていた。そのうち1足は宮口さんのものだとすぐに分かった。それらの靴はすぐに捨てた。彼らは井戸に落ちたのかもしれない。しかし、ひろみさんは何も見なかったことにした。この家で勝手なことをしていたのだから、もう知るものか。無理のない程度に仕事をし、ただただ息子の骨壺に毎日手を合わせる日々を送った。そして1年後、老婆に言われた通り、きちんと作法にのっとって井戸を埋めることにした。その頃には思考や感情も元に戻っていた。専門の業者を呼んで井戸を埋めてもいいか確認を受け、その後で神主を呼んで祈祷をしてもらった。もしかしたら井戸から老人たちの遺体でも出るのではないかと覚悟をしていたが、結局何も出なかった。井戸を埋めた後でひろみさんは土地を売った。それを元手にワンルームマンションへと引っ越した。あの土地に何が起きても自分とは一切関係ないのは嬉しかった。今そこにはピカピカの真新しいマンションが建っている。